どうも、シュネコです。今回もフリーゲーム、ヘビーの命やっていきたいと思います。パート43、過去ハードモード、パート2ってことで、ハードモードのパート2ですね、2回目の方になります。なんかハードモードでは、今ね、普通のヘビーの隣にね、なんか、茶色じゃないな、灰色のヘビがいてるんですけど、その、ヘビメタ君かなっていうヘビが、なんか捕まってしまったら、即ゲームオーバーならしいね。ハードモード、怖いね、ってことでやっていきましょう。とにかく、無敗の刑事と名乗るなら、犬ばっかに頼ってないで、自分で住んでしろや。。よかんの、修学弱名簿の中に、不審に思った人物はいなかったかね。確か、7号室に、宿泊のお客さん、職業が、ハンターだとか、ありましたね。俺のことだな。ハンターなら、銃とか所持してそうだよ。危険だよ。プライベートで、温泉入りに来ただけだ。武器なんぞ、持って入らんよ。ハンターに対して、何か発言しますか？なんかした方がいいかな？しましょうか？何？なんだ？ハンターは凶悪でもない。このハンターこそ凶悪なんだ。捕らえろ！このハンターはかませ役だ。かませ役だ。何かませ役ってなんだ？どうやったかな？ハンター、いや、ハンター、まあ違うしね。ハンターってだけでは、凶悪なんとは、断定できんな。他に、めぼしい客はいなかったかね。独合室に宿泊している、宿泊している、ムカレの客が、バールのようなものを所持しているのを見たわ。おかみさん、ありがとう。重要な手がかりだよ。ムカレ君が、無効になりました。バール持ってたら、凶悪なんだよ。怪しいよ、絶対。この旅館には、ATM も金庫もあるからね。まあ、ぬかれの荷物は、後で調べさせてもらうから。他に、宿泊名簿で気になった客はいないかね。このくだり、いつまでやるんだろうね。確か、最後から2番目に来たお客さん、お客様。自分のことかい？職業が、探偵だとか。やばいぞ。探偵だと？どの客だよ、探偵ってのは。あなたの話題になっています。何か発言してね。探偵です。よろしくね。探偵として警察に協力してやらないこともない。探偵ではない。名探偵だ。事実は、一つ。まずは偉いよ。話はそれからだ。どう最近？あれこの選択肢、あれ通常モードもあったかな？どうしようかな？いやーもうここは、普通に無難に話しとこうかな。よろしくね。他に怪しい客はいないのかね？特に、思い当たらないね。もう夜になる。本日の探索は、捜索は、一旦打ち切ろう。6号室のムカデは、個別に持ち物検査。7号室のハンターも、念のため、持ち物検査だ。ヘイマタも、念のために持ち物検査だ。一発ゲームマン、キュウリ。いや、ここに意地出しかなんか怪しまれる。意地なし。やばいかも。意地がなかったね。ヘイマタの処理品検査を行うことをする。ヘビメタが処理品検査されたことなのに、数分後旅館は謎の大爆発に見破れるんだった。やってしまった来ちゃった。それは戻るんですね。戻っちゃうんだ。てか、初めてのゲームオーバーを体験したような、そんな感じがします。
ということなので、一旦戻ろっか。はい、戻ってきました。意義ありだね。確か持ち物検査でダメだったんだね。レベルアップ、400分の限界を通しました。そうだよ。便乗して、ヘビルタまで持ち物検査のターゲットを入りさせたらダメだよ。あ、そうか、そうや。そうだね。よう考えたら、ヘビムタくんの持ち物検査のこと何も言ってないからね。そうなると、本日の話し合いは、ここで、打ち切りだな。本格的な、捜索は、明日からとする。明日まで、凶悪犯を野放しにするっていうの？心配いらんよ。この無敗の刑事もいる手前。凶悪犯も、事件など、起こさせやしない、せんよ。それじゃあ、ビップルーム持っちゃうから、完全に満室ね。おかみさんよかったね。よかったね。なんかな。まあ、一応、あれだね。まあ、収益が出るね。収益こんなボード旅館が満室だなんて、もはや、気づきだな。温泉と名物パスタがあるから、そこそこ人気なのよ。そういえば、温泉には、HP 回復効果と解毒作用があるって話だったね。とにかく、水も出ていかなかった、出ていかなかった、ガンダよ、出ていかなかったし、ヘビメタのお客さんの収穫部屋をどう手配するかが問題ね。泊まる部屋がないのは困るなぁ。いらんだろ。ヘビごときに収穫部屋なんぞ、ケイリさん。それはダメだよ、さすがに、さすがにダメだよ。その通りです。ヘビはヘビらしく、壺にでも宿泊すればいい、ブラックドクターさん。言い過ぎだよ、蛇だからって。おほっと失礼。それは、お詫びとして、その蛇メタを、ビップルームに招待しよう。なんで、別に、ビップじゃなくても、普通の部屋でもいいんじゃないの？当然、相部屋になりますか。警察と相部屋なんざ、生きた心地がしねえわな。それなら、4号室を相部屋にしようよ。宿泊代は、折半だけど。そっちにするよ。やれやれ。せっかくのビップルームへの誘いを蹴って、狭いボロ部屋を選ぶとは。カーディビップルーム、言っちゃうか。却下だ。却下されました。申し訳ないときが慣れないらしい。目差別しているヘビの中でもヘビ差別しているよ。旅館としては、アイビアでも2日分宿泊料を取りたいとこだけど、満室なら仕方ないわ。まあ、どのみち、明日になれば、空き部屋ができる可能性もある。縁起でもない。もう事件はゴリゴリだよ。ね、念のため、寝る前は各自、取り回りを忘れないように。壁がボロボロで穴も開いてる旅館に取り回りもクソもねえがな。ボロボロなのは事実だけど、穴を開けたのはあんたでしょ。隣のデブヘムの木が薄かったから壁ドンしただけだ。壁ドンして穴開いたのね。壁ドンして穴くん。本日の話が終わりそうです。最後に一言ありますか？もっと議論をすべるべきだ。夜中に誰か殺されるぞ。温泉に入りたい。部屋にピザを届けてね。これで、お開きとする。裏口を監視すべき。するべき。いや、ちょっと HP ないから、ちょっとピザ届けてほしいな。デリバリーは、宿泊部屋の電話機から注文する。電話機から注文するんですね。わかりました。はい。前回通常モードの時ね。デリバリーできないまま終わっちゃったんだよね。その前に、あれだからね。止めることで。じゃあ、セーブしまして。じゃあ、ちょっと、最初、ちょっとスキル割り振りしときましょう。レベル11もありますのでね。とりあえず、ま、知識5ぐらいにしときましょう。推理レベルも22ぐらいにしときましょう。腕力も5にしとこうかな。なんか、5あればなんとかなるような感じしますからね。新たな選択肢選べるとか。あとはもう HP でいいんじゃないかな。
HP、もう HP 全振りです。ほい。26。はい、HP ね、最大が26になりましたね。これで、まあ、間違えても、まあ、ちょっと安心ですね。じゃあ、ちょっと部屋の中ね、廊下とか見て回りましょう。もう夜だから、ゆっくり寝ていてね。あ、4、あ、部屋なってる。4個下、部屋なってる、ちゃんと。あ、待って。その前にデリバリーできるかな。あ、宿泊部屋にピザ届けるよ。L サイズだから980ゴールドだよ。お金取られるんだ。じゃあ、ジュリアムときます。また今度にしますね。じゃあ、皆さんのお部屋ね、見て回ろうかな。ヘビの隣は、ヘビの隣なのはいいとして、ビミズの隣なのはハズレ部屋ね。あれ？あれ待って、ビミズさんここやったかな？前の通常モードの時、どうやったかな？なんだ、この旅館は。ヘビとかムカデばっかりのクソ旅館だな。いやー、まあ、上の6号室にムカデさん、ムカデじゃない、ムカデさんか。同じこと言ってますね。なんだこの旅館は。ヘビとかミミズばっかりのなんかクソ旅館だな。同じこと言ってますよ。あ、50ゴールド。置かれてるねました。ここもあるね。200ゴールド。あれなんか、あ、なんかケーキとか置いてないな、そういえば。ハードや、ハードまでないかな。ハードだから。ステータス上昇は、最大 HP 一択がベストらしいよ。え？あ、自分ちょっと腕力とか上げちゃったけど、いいんですかね。最先端科学の操作では、数キロ頼りに犯人を割り出すみたいだね。お、経験値、30ポイントありがとう。ありがとう、少年。ケリさんは優秀だけど、女子のところはおちょこちょいなところがあるのね。あるわね。いつも失敗や失言してば、してはお詫びしている印象よ。あれ、そういうあれあったんだね。お、7号室、ハンターさん。この後、持ち物検査だとよ。本当に警部署じゃねえんだから。じゃあ、8号室、大型主君。凶悪犯がいるから不安で、どぶのぐらいしか喉を通らないよ。あ、飲むあるね。ベロンソーダがある。飲みますか？ HP5 は、おぉ、ビクサー、画面がちょっと暗くなります。いません、画面暗くなります。まあ、飲もうか。飲んじゃいましょうか。12。じゃあ、次、9号室。この旅館には水道管が通ってないから、時々水不足問題なんらしいよ。怖いね。そんなの嫌だよ。怖いな。よし。ではですね。まあ、一通り話したかなと思うので、今回のパート43、過去番外編じゃないわ、ハードモードパート2は、ここまでさせていただこうかなと思います。次回は、ベッドに寝て、今日は、ベッドに入って寝て、またその続き回ですね、やっていこうかなと思いますね。よろしくお願いします。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップかアンドクリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。